体が本物だ。この動画にはイカの成分が含まれます。キャラ崩壊が危険中なぜか最強すぎる偽チルノ。アタイはチルノの中のチルノだ。アタイがチルノな。理由は頭がいいからだ。そして、私がチルノのチルノによるチルノのための筋肉式チルノだ。さあ、本物はどっちだと思う？明らかにこっちだよね。私もこっちだと思うのだ。本物はこっちだ。私といえば筋肉だよな。いや、どう考えても違うでしょうが。お前ら二人は分かってないと思うが、チルノにはチルノ三原則がある。それはその1、最強なこと。その2、すごく最強であること。その3、めちゃくちゃ最強なこと。その4、最強の中の最強なこと。はい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 、三原則なのに4っていうのは良くないと思いまーす。これじゃあ最強じゃなくてスキャブラーだと思うのだー。何がスキャブラーだー。どう考えてもアタイが本物だろ。逆にこいつのどこが本物に見えるんだよ。見た目が違いすぎるだろ。逆に聞きますけど、あなたは人を見た目で判断するんですか？そういうの良くないと思いますよ。確かに、アタイが悪かった。これからは人を見た目で判断することをやめます。だが、お前は例外だ。お前はどう見ても偽物だろ。違います。これじゃあ、どっちが本物かわかんないのだ。確かにこのままだとどっちが本物かわかんないわね。確か、本物のチルノが算数が得意だから算数の問題で勝負してみるのはどうなのだ？あ、それいいね。その話なのだ。算数は得意ですね。筋肉。方程式を使えば楽勝です。それでは算数対決を始めます。では、問題です。1+1 は何でしょう？そんなの簡単じゃん。答えは11だ。違います。え、だって答えは9じゃないんでしょ？こいつ、似てチルノだ。これは本物なのかどうか。もう怪しい。やだー。筋肉。方程式を発動。金の表情を見て展開を解く。よし、わかった。答えは2だ。ここで試合が終了した。これで本物のチルノが白黒はっきりしたのだ。こっちが本物のチルノだ。